こんにちは、すきまのリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はジョシュ・タトフィーの楽曲「フォアラニ」を取り上げてみました。まずタイトルの「フォアラニ」なんですけれども、フォアが友人とかパートナーとか、そんな意味ですよね。でラニが、天とか神聖なって意味もありますけれども、この楽曲ではフォアラニという言葉で太陽を表しています。そのあたりは2番を見るとわかるんですけれども、今日は1番の歌詞を使ってハワイ語の基本的なところをお話ししたいと思います。ハエハエオロコイケアロハ、こんな風に言葉が連なっているときに、まず注目すべきなのは、この沖縄を、そしてこのイの部分ですね。これが何なのかっていうことが分かってくると、全体の連なりが見えてきます。まずこの文頭のハエハエ、これは動詞ですね。これは憧れるとか強く求めるという動詞です。その次に続いているのが、何が憧れているのか、誰が憧れているのかっていう主語にあたる部分が次続いています。おろこ、この沖縄は場所とか人の名前とか固有名が主語になるときに使われる言葉です。ただこの歌詞ではロコ、大文字を使ってないですし、ロコっていうのは内側とか内面とか、そういう場所を表す言葉なんですね。それに沖縄がついて、いわば固有名的に使われているっていうことなんですけれども、ここではこの語り手の内面、語り手の思い、語り手の心っていう意味合いで主語として使われています。この「ハエハエオロコイケアロハ」の中には「私」という言葉は含まれていないんですけれども、この「オロコ」のところはこの「心が」としか言ってないんですけれども、私の、ここで「私」という語り手が暗示されていると考えていいと思います。そしてこの後半部分ですね、イケアロハ、この「イ」というのはこの文章では「ハエハエ」憧れるという動詞の目的語を記しています。おろこ、私の思いはケアロハを求めている、ケアロハに憧れていると、直訳するとそんな意味になります。このケアロハをどういう意味で捉えるのか、漠然としているので、いろんな仕方でイメージを膨らませることができる言葉かなと思うんですけれども、もしこの憧れの対象が恋人だったりすると、クウイポとか、せめてケアロハではなくてクウアロハと、ある程度対象を特定するような仕方で使われるのではないかなと考えたんですね。そうするとこの「ケアロハ」っていうのは、なんとなく漠然と恋愛、誰かを大切に思うっていう、そういう恋愛感情とか、そういうふうに捉えてもいいのかなと考えて、この部分をこんなふうに訳してみました。思いは募る、恋に恋して。この恋に恋してと、このおろこいけあるはのところを、そんな風に訳したんですね。この後、いあのいぷはえほにあいと続くんですが、そっと引き寄せたいその花にと、こんな風に訳してみました。とっても美しい楽曲で、そして
波の音が聞こえてきたり、広々とこう海が見渡せるところにさんさんとこう太陽が降り注ぐ、そしてこう波が繰り返し繰り返しこう砂浜をこうそっとこうなぜるように行っては返し行っては返しと、まあ、楽曲の心地よさがそんな自然の風景にも思えてくるようなそんな楽曲かなと思います。おわらにについては私のズーム講座で取り上げたんですけれども、動画による録画受講も可能です。録画受講のご案内は隙間のリリーのハワイアンソングブック、私のブログの方でご案内しておりますので、よかったらそちらの方を見ていただけたらと思います。目で読むためのハワイ語ミニ講座終わります。